ごめん、ちょっと待って。丹後ゲームアクスの三上真嗣です。こんな時期ですけど、クエコンにオンラインで参加してくれてる皆さん、ありがとうございます。なんか最近しんどいなと思ってたら、今年で、業界30年になってました。ゲーム業界の化石にはなりたくないので、これからは生きた化石として頑張ろうと思います。さて、ゴーストワイヤーの話です。前回の PV の後、皆さんから非常に良い反響をいただきました。ありがとうございます。残りの制作期間かけて、私たち指導、よりユニークでより魅力的な作品にするために、頑張っていきたいと思ってます。そして今回、ゴーストワイヤー東京について重大な発表があります。なんとゴーストワイヤー東京では犬の頭をなでなでよしよしすることができます。ではまた。プレイステーション。